はい、皆さんこんにちは、ワタルグルフィッシュです。では今回はシビライゼーション5、秀吉の朝鮮出兵、ダウンロードコンテンツになりますが、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。もちろん日本軍を担当しています。前回までにですね、帝宮からソウル、ここまで制圧を完了して平壌を狙おうという戦略をね、練っていたところだと思うんですけども、まあ、戦いの中でだいぶ兵力を消耗してしまいまして、少し戦略を見直そうと思っています。まず平壌の前にですね、3つ大将軍を使って城塞を建てました。ここで平壌から反撃に出てくる韓国軍を陸路では受け止める。一方ですね、攻略目標を平壌に定めているとですね、平壌ご覧のようにもう城壁があって要塞化していてかなり厳しくなっているので、ハムン市、ここをね攻略することに変えたいと思います。ここであればまだ攻略できる可能性がある。韓国民の動きなんですけども、今プサンがね奪還作戦にさらされている状態なので、ここは絶対に落とせないので、このプサンをね守るというのが一つあります。で、国内に目を移すとですね、まあ、これも朝鮮が送り込んできたゲリラ兵だったり蛮族だったりっていうところなんですけど、かなり国内に跋扈されている状態なので、国内は国内でですね、しっかり韓国のゲリラ軍あるいは蛮族、これをね制圧していきたいと思います。なので当面の目標は平壌から変更してこのハム、この攻略と釜山の防衛、さらに国内の安定支配というのを一つ大きな目標にしてプレイしていきたいと思います。では時間を進めていきます。もう今ね、本当にコロナウイルスの感染者数激増してますよね、いろんなところで。特に増えているのが国内だと北海道がね、むちゃくちゃ増えてますっていうような、あの案内というかね、うわ、侍が一気にユニット倒されたか。ちょっと今のは痛いな。さらに市民が蛮族にさらわれたか。やってくれんな。これすぐに取り返しましょう。何？蛮族がこんなにも多く上陸されている。これはしんどいぞ。どうするよ。いや、本当にきつくなってきてんな。あと 2ターン後に侍が京都で生まれ出るとはいえ、この2ターン待てないな。とにかく今ちょっと救ってあげないと、蛮族にさらわれてしまっている人たちをね、なんとか助けてあげないと求心力を失いますからね。こっからさらにきっとあれだよね、上陸してくる可能性もあるからね、敵のユニットが。上陸されることもちょっと想定しておいた方がいいかもしれないな。マスケット兵をとりあえずプサンに常駐させましょう。いや、もうこの際弓でも何でもいい、とにかくみんな一刻も早くプサンに向かってもらわないと、プサンが陥落する可能性がある。それは絶対に避けたいからな。いや、本当にどこも結構きっつい戦いになってんな。とりあえず市民はみんな逃げてもらう必要があるけど、ちょっとそれすらもままならない状態になってんな。広島の方ももう騎兵とかを作って、ちょっとでも機動力のある動きのあるね部隊を作って、敵、特に蛮族、あとは朝鮮のゲリラ兵、これに対抗する手段を用意しておいた方が良さそうですね。本当になかなかきつくなってきてんだ。きっとね、当時の日本もこんな状況だったんでしょうね。もう火の車というか、追いつかないというか、そういう状態だったんだろうなっていうふうに思いますけど、ゲーム上でもまさにそうなってきてますね。まあ、中級者上級者の方であればね、そんなことはないよという展開なんでしょうけど、今のこの中ではなかなかきつい展開になってんだ。でもハムン攻略戦はね、続けていきましょう。だ、さらにゲリラが増えるのか、ここで。いや、本当にむちゃくちゃだな、これ。やられるぞ、工場兵器が潰される。だ、壊された。これプサンも危ないしな、ちょっと考えもんだな。まずは、ちょっと平壌どころじゃなくなってる。
いや、本当にきつくなってんな。プサンが危ないぞ。うわ。もうゲリラ兵多すぎんだろ、これ。うわ、ここもゲリラ兵多すぎる。本当に多すぎる。ちょっとさらわれる前に、まずは一人、ちゃんと、市民は、奪還しましょう。奪還成功した。まずは奪還したぞ。まあ、ただ追いつかなくなってるからな。どうするよっていう感じだからね。ここにもなんか湧いて出てきてるしな。プサンは危ないし。まあでも、まあ、泣き言言っていてもしょうがないので、数をちょっとずつ、ちょっとずつ減らしていきますか。敵のね、数を。で、この、ハムンの攻略を続行するかどうかっていうのもむちゃくちゃ大きな問題になってんな。こう今のこの手持ちの兵力でどうにかなるともちょっと思えないですけどね。今だと、京都周辺もね、敵に、まあ、襲われているっていう状況になってますし、韓国国内には敵のゲリラ兵が跋扈しているっていう状態になってますからね。ちょっとこれをかいくぐって攻撃を加えていくっていうのは、なかなかちょっとしんどそうだな。まずは韓国国内にいる敵のこのゲリラ兵を潰していきましょうか。その前になんかプサンが陥落しそうな、そんな感じもしますけど。で、ちゃんとユニットのレベルアップ回復も行って、まずプサンをしっかり守りきるところからかな。ヨーロッパとかね、コロナウイルス、まあアメリカもそうだと思うんですけど、むちゃくちゃ増えてますしね。これから日本も北海道の状況を見ている限りだと、きっとね、爆発的に増えてもおかしくないと思うんで、まあそういうことを考えると、この冬も、ね、巣ごもりというか、ゲーム三昧になるのかななんて思ってるんですけど、それでも先日ディズニーランドに行ったんですけど、ディズニーランドも7月までですね、まあ、コロナウイルスの影響で、まあ、閉園してたんですけど、先日行ったらむちゃくちゃ増えてましたね。7月まで、まあ、閉園していて、その直後、開園した直後に行ってみたときは、まあ、平たく言ってスカスカだったんですけど、もう先日行ったときには、すごい人の数になってました。まあ、僕もね、その一人なんであまり大きなことは言えませんけど、これからやっぱりね、人手がいろんなところで増えてきて、冬になって、まあ、気温が下がってね、まあどうしても人の免疫力って多少下がると思うんですけど、まあその中で、やっぱりコロナウイルスはこの先、だいぶ増えていくんだろうなっていうね、そういう感じはしますね。国内の敵の掃討は進んでますね。このまま敵を撃破していきましょう。でもこの機会に蛮族どもを一掃しておこう。この東北地方に多分蛮族のね、基地があるんだと思うんですよ。それを一旦ちょっと破壊してしまおうかな。おっと、ちょっと待って。ここにいるユニット、先にこいつを撃破できるんだったら撃破したい。届かないか。届かないんであればハムに。定期的に攻撃をしておきます。だいぶ国内も生産力は上がってきてると思うんですけど、お金ですね、お金。お金がちょっとない、まずい状態続いてるんで、お金をどっからか用意しなきゃいけないかな。
市民が拘束された。これは京都周辺だな。うわ、侍がやられた。釜山が取られるぞ。釜山をどうやって守るかだな。なんとしても釜山を敵の手から守ってあげなきゃいけないんですけどね。まあ、いつの間にか、しかも朝鮮に我々が築いた城塞が奪われている。これは放ってはおけないな。いや本当に朝鮮軍強い。完全に侮ってましたね。こんな形で上陸を許すことになるとは。しかも中国はこのキャノン砲持ってんじゃねえか。このキャノン砲相手になんか戦えんぞ。やってくれるな。で、あとは平壌の手前にあるね、あの要塞も取り返す必要あるし、いやーなかなか本当にきつくなってきてますね。なんとかうまくここをしっかりしのがないと朝鮮攻略の夢がついえてしまう可能性があるので、まあ、ここはね頑張りましょうか。いや本当に致命的なほどにまずいことになってるな。まず中国のこのキャノンの威力が思ったより高いですね。このキャノンをなんとかしないと。このままキャノンの攻撃にさらされてるとかなりまずいことになりそうだな。であとは三段翼線をしっかり作って回復、大軍力の回復ですね。まずはキャノンを潰す。まあただ次から次に多分キャノンもね生まれ出てくるとは思うので、そのキャノンと、まあ、どう向き合うかというかキャノンをどう潰すかっていう意味だと足の速いやっぱり騎馬兵は用意しておいた方がいいかもしれないな。で奪われたこの城塞を取り返すというのもなんとも微妙だけど、どうしてもこの城塞は敵の手に渡しておくわけにはいかない。自分たちがせっかく作ったユニットなんでしっかり、まあ守りましょうというかね、あの用意しましょうというか対応していかなければいけないところなんですけどね。ここは囚われた市民を解放しましょう。よし、奪還。こういう奪還はちゃんと行わないと市民の求心力が離れてしまうんで、ちゃんとね救うぞっていうね意思表示はしましょう。だ、工場兵器がまたやられたか。ちょっとこれ一度下がった方がいいな。ハムン攻略もちょっと思ったように進まない。こうなるとちょっと待ってね、勝利条件を確認もう一度し直しましょう。ちゃんと勝利できるっていう、まあそういうあのシナリオをね考えたいので、勝利条件なんですが、今ね、画面出してますけども、100ターン終了時にポイントの多かった文明が勝利ということですね。で、まあ、それ以前に我々はソウルと北京を制圧すれば勝ちなんですけど、ソウルはともかく、北京の攻略は無理なんで、そういう意味だと我々朝鮮、まあ、あの今でいう韓国、に関しては、まあ、その大部分を抑えているっていう状況になっているので、この状況をちょっとうまく使いたいと思います。残り66ターンで、勝利ポイントで勝つっていうのを目標にしましょう。そうすると無理に北京を目指して北上するよりかは2点3点しますが、この南のモッポ、ここの攻略に専念した方がいい気がする。ちょっともっぽ攻略に専念しよう。よって部隊を全部一度戻す。
国境付近に一部の部隊だけ展開しておいて、残りは全部、国内の安定化と、あとはモッポの攻略、これに専念しましょう。これがなんか一番のベストに思える。勝つためで。ここはちょっと勝利に貪欲に行きます。なので、ちょっとこの後は、戦略的な話というよりかは僕とくだらない、雑談に皆さんにお付き合いいただくことになってしまうかもしれないんですけども、一旦モッポ攻略に全ての策を切り替えましょう。それで何かね、活路が出るんであれば、そっちの方がなんか勝てる気がする。勝ったんだか負けたんだかわからない戦いになるくらいであれば、まあ、しっかりと、モッポを取って、今取った都市を守る。それによって、ポイントで勝つっていうね、ちょっとそういう作戦でいきます。初めからちょっとそういう作戦に切り替えておけばよかったな。もう今更ですけどね。いや、プサンも危ないし、いろんなところがちょっと危なくなってきてんな。まあ、国内で言うと蛮族どもを排除するにせよ、ちょっと各ポイントポイントの都市にしっかり、部隊を駐屯させて、それでちょっとしばらく守りきる作戦に入りましょうか。それで蛮族は一旦排除したので、あと蛮族は野営地がおそらくこの近くにあると思うので、野営地の探索を行いましょう。もう朝鮮に渡ること不可能だからね、この敵の釜山を封鎖されている状況を見る限り。となると国内の安定化に専念した方がいいよな。いや、あと63ターンかな。これ持ちこたえられるのかな、63ターン。韓国国内にいる兵力がだいぶ減っちゃってるんで、この兵力だけで、この韓国制圧したところを抑えきれるかどうかっていうのが、勝ち負けの重要なポイントになりそうだな。どうやってもこれ、韓国に再上陸するのは無理だと思うんで、韓国に再上陸できないとなると、今いる兵力でなんとか持ちこたえるしかないですね。とりあえず民とか、うわ、ここにまた大将軍が生まれてるな。とりあえず今危ないところを守るっていう方向でちょっと考えますか。城塞が破壊されてる。この城塞も破壊されたか。どうするか。まあ一旦城塞に侍を置いて様子見するか。ちょっとその積極的な行動ではないですけど、今もう国内に残ってる兵力を朝鮮に移すっていう術がないので、海軍力をやっぱり序盤で失ったのが痛かったな。海軍で無理せず、この釜山と長崎の間をしっかりキープしておくっていうのが、まあ一つ、あの国内兵力を韓国に定期的に送り込むために唯一残された手段だったと思うんですけど、この釜山と長崎の間の制海権を失ったという時点でもうちょっと勝ち目なかったのかもしれないですね。まあ、なんとかあと63ターン、今ある韓国で制圧している都市を守りきればポイントで勝利できるとは思うんで、もうちょっとここから守りの戦いに移っていきましょう。城塞の守りがもうザルになってるな。釜山も陥落間近。ヘジュも危ないとなっている。いや、本当にきつい戦いになってきてんな。
まあ、平時を守るのはもちろんなんですけど、この城塞も奪われると奪われたでちょっと嫌だしな。いやもう城塞を取られても取り返す力がなくなってる。ここはもうあと60ターン逃げ切りを頑張るしかないな。なんとか60ターン逃げ切って、うまくポイント勝利を目指しましょうか。はい、では本当に今の状況を説明しておくと、国内はですね、まあ、蛮族だったり朝鮮のゲリラ兵に苦しめられているという状態です。まあ、ただ兵力に割と余裕があるので、ここはねしっかり防衛を図っていければいいかなというところですね。で、一方韓国の方が本当に厳しくてですね、ご覧のように敵の兵と敵の兵に取り囲まれているような状態です。で、制海権がなくなっていることによって、残念ながら国内にある兵力を朝鮮に送り届けることがもうできなくなりつつあるので、残り60ターンという長丁場をなんとかで、占領した都市を守ることによって、ポイント勝利を目指そうと、いうふうに今は考えています。ちょっとね、この戦略で、頑張ってみたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきます。